ナミさん、お疲れ様です。えー、ちょっとね、いろいろと乱れた状態ですけども、今、山野くんと、久みつホグレツの遊びをね、いろいろしてまして、まあ、いわゆる、体操の練習したんですけども、いやいや、届きましたよ。いやー、ナミさんがね、私の家にお越しになるのかなと思って、えー、どうしたんだろうと思ったんですけども、これのことだったんですね。いや、あの、中身は見なくてもわかります。あれですよね。いや、全然嬉しいです。あの、うちね、この、 ヘギそばがね、家族で好きになっちゃったんで、いや、本当に新潟って、すごい食の一大産地だなぁと思います。あ,あすごい。そばいや、嬉しいなぁ。とビリビリとめくらしてもらいますね。はぁ今年も夏が来たみたいな感じです。 もうね、言うことないですね。ちょっと隠れてますね。ナミさん、ありがとうございます。家族でいただきます。もう、一瞬でなくなると思います。<laughs>